こんにちは、ハーチューです。今日は私のインスタの使い方についてお話ししようと思います。私 SNS いろいろやってて、でその時々で方針を変えてるんですね。で、方針はこう変えようってある日突然決断するようなことではなくって、なんか使いながらこういうふうにしたいなっていう気持ちが湧いてきて、そういう方向に行くんですよ。で、なんか結構インスタとかも自分の気分が変わるごとにこっそり過去の投稿を消してタイムライン整えたりとかしてるんですけど、最近は私インスタが今まで以上に楽しくって、というのもなんかね、いいね数とかバズるとかをもう一切気にしないようにしてるんですよね。じゃあ今何をインスタでしてるかっていうと、自分の家の中で好きなスペースを見つけたりとか、あと自分の生活の中の好きな瞬間を見つけたら、それをインスタに投稿するみたいな形でやってます。なので最近の私の投稿は文房具の話が多いんですけど、なんかね、文房具の話ぶっちゃけそんなにいいねとかコメントとかつかないんですけど、ただまあやり続けてたらだんだんこうハーチューが文房具が好きなんだっていうのが周りにも分かってきて、で、そこからこう文房具好きの人も見てくれるようになったら、文房具の話題でも盛り上がるだろうし、自分のその時々の気持ちとか感覚に素直な SNS の使い方をしていきたいなというふうに私は思ってます。で、今 SNS が簡単にお金に変わったりとか、フォロワーはまあポータブルな資産っていうのかな、どこへでも持っていけるような自分の資産の一つであるっていう考え方もあって、私もそれには同意するんですけど、ただ、なんかフォロワーイコールお金とか、SNS イコールお金儲けのツールってなっちゃうのは少し悲しいなと思っていて、SNS って何かっていうと、もう根本は自分の人生を楽しくするツールであってほしいって私は思うんですね。お家の中で自分の好きなスペースを見つけたりとか、一日の中で自分の好きな瞬間を見つけたりとか、そういう自分の好きなもの探し、好きなもの集めみたいな感じで使い始めてみると、なんかね、すごく自分の好きな世界観っていうのが出来上がっていくので、楽しくなっていくと思います。で、よくね、私は写真が下手だからとか、どう写真並べても可愛くならないっていう方に、一つおすすめなすごく簡単なテクニックが、写真を明るめにすることですね。結構ね、その写真が下手だからとか、インスタがうまくいかないって言ってる方は、写真が暗いなっていうのが私の感想で、影が写っちゃってたりとか、暗いところで撮ってるんですよ。そういう時は明るい午前中に写真を撮ったりとか、ちょっとこう色味の調整で明るさを明るくしてみたりとか、あと影が映らないように撮るっていう、これだけ意識してみるとだいぶインスタの世界観変わってくると思うので、というわけでちょっとしたインスタのコツと、あと最近の私のインスタの使い方の話でした。ではではまた。